道内では新型コロナウイルスで札幌や小樽市などの患者4人の死亡が確認されました。新たな感染は札幌で60人、函館市で9人、石狩地方で13人など合わせて137人となり、4日連続で100人を超えています。札幌では市内の医療機関で患者と職員6人が感染する新たなクラスターが確認されました。濃厚接触者は76人で、すでに PCR 検査で陰性を確認しているとのことです。一方、すすきの地区の接待を伴う飲食店の夜の街関連では1店舗7人が増え、191店舗674人となりました。